おはようございます。速稼塾の久保です。今日は7月6日になりましたね。時間は朝5時です。 FX の方はバイの方に向かうっていう、そのスタンスは私は変わりません。デイリーを見ていただくとよくわかりますけども、チャンネルラインは確実に右肩上がりになっていると思います。もしこれがですね、損切りにあってトレンド転換するようでしたら、それはその時にまた方針を変えればいいんですよね。恐れずにバイを取りに行くつもりで、これからも相場を見ていきましょう。それでは画面を切り替えて解説していきます。こちらの方どうぞ。はい、デイリーですよね。デイリーのチャンネルラインもう引けますよね。ここをスタートにしてこのように引いていきます。そしてもう一本のチャンネルラインはこうでしたね。一瞬ね、ここ飛び出したんですけども、フェーズが変わるかなと思ったんですよね。もしかしたらこういう風な角度に切り替わっていくかと思ったんですけども、切り替わらず元に戻ったような感じになっていくと思います。ですんで一時売りはね、こう深く積み重なって、最悪売りっていうのはここまで行く可能性がありますよ。ここまでで反発して上に向かった時がバイでエントリーするタイミングになりますんで、それを待ってるわけなんですよ。はい、そしてもう一つ注目するポイントはこちらですよね。こちらを横に伸ばしていくとこんな感じになってますので、今日中に反転する可能性がありますよ。今日中にね。ですから今日はちょっと気を緩めていかないようにしなければなりません。で、今日反発しなければこれを突き抜けたわけですから、今度はこちらの方ですね、下のチャンネルラインにぶつかった時に反転狙いでバイということになります。もちろんそれぞれロスカットラインを設けてくださいね。4時間を見ていきます。4時間軸ですけども、こちらの方は歯止めが効かなかったようですね。ですんでこちらを超えて下がっていきましたけども、今度はここになります。ここはどうかなってことなんですよね。だから今日中にも反転していく可能性があるでしょ。こういうふうに向かうってことですよ。さもなければ今度の力点はこちらになりますよね。ですんで翌日なり木金あたり、こういうふうに向かっていくという第二仮説が成り立ちます。これはデイリーの方でもお見せしましたよね。じゃあ1時間足見ていきましょう。1時間、これ左右対称の形を取る可能性があります。ですんでこのポイントをちょっと意識しておいて、1時間ではですよ、もし今日中にバイの方に向かわなかったら、今度は110円の570を下回って、なおかつ110円の440を下回らないところでバイでエントリーするということになります。そして110円の440を下回ったら、今度はねセルの方でエントリーするようにしていきましょう。よしですか。数字メモできました。頭に貼りました。というところで今日は数字入りで明確に対処法を申し上げましたんで、これ以外はスルーです。何もしないです。エントリーするための条件というのはお示ししましたね。3つあったと思いますけども、よろしいでしょうか。それでは本日は以上です。